オリジナルルアーがもらえるイベントがあります。詳細は概要欄。こんにちは、シーバスローラボです。こんばんは。こんばんは。はい、待って声、おい。はい、あのですね、今日は日曜日なので、プチカフェのお時間というふうに聞いてます。聞いてます。はい、はい、そうです、そうです。好きなルアー持ってきました、今日も。はい、お願いします。見てもらっていいですか。見せてください、早く。これ、はい、珍しいよね、あのジャンプライズさん、俺らが出すの。確かに。これは結構昔から好き、実は。プチでジャンプラとか、テロテロ？テロテロくん、テロテロってやったっけ？分からん。ジャンプライズのルアーを取り扱うこと自体、テロテロくん以外やってなくない？もしかしたら。やってないね。メガテロくんとテロテロぐらいやろ。そうよね。確かに。ジャンプラさん実はずっと好きで。え、実はずっと好きでした。え、告白？付き合ってください。はい、はい、で、今日持ってきたのはね、ポポペン、95F ということでね、はい、やっぱりね、まず、なんといっても、見てほしいのが、この、何、ビジュアル。ビジュアルね。可愛くない？この形、顔と形。なんか、丸いフォルムがすごい愛らしさがあるね。そう、うん、ね、このかっこいい、なんかドラゴンみたいなさ、ジャンプラ得意の目やけどさ、あ、釣り針のあれみたいな。やけどそれがなんか可愛さをさらに、なるほどね、アップさせてるね。なんかいいことしてる。いいことした。うん、なんかアイシャドウみたいなの入ってない？入ってる、ね、黒のね。すごいいいよこれ。すっげえ。でやっぱりもちろんね、可愛いだけじゃ選びません、そんなもん。はい、やっぱり実力も十分、うん、でまあ最近は結構ね、水平に浮いて、なんぼですよとかね、多いけど、これはこう立ちます。でも、その分、こっからの入力でなくて、このピャッ。ああ、なるほどね。このピャッ。弾く感じ？そうそうそう。この、何、ドッグウォーク、しっかりやってくれるし、はいはい、あとね、なんてやろ、その、ダイビングもできるし、入力しての仕方でね。はいはい、で、それで、まあ、ドリフトしながら、こうドッグウォークとか。で、なんやろ、浮力が結構強いんかな、うん、4番のフックがね、多分勝った時ついとると思うけど、うん、3番に変えてもできるし、うん、で多分井上雄貴さんやけんさ、ジャンプライズ、うん、多分磯が多い、あのメインかなと思うよね。磯平とか青物までやけん、やっぱり貫通ワイヤーで強度 OK みたいな部分と、はい、やっぱりそういう粗い磯でさらしの中とか揉まれますとか、いろいろあるやん。あるね。やけん多分ちょっと浮力強めなんかなって俺は勝手に思ってる。それはそれで良さそうやな、うん、やっぱ揉まれて、波に揉まれてバーンバーン入ってもやっぱ浮力強かったりするぞって、ってやるんかなってちょっと勝手に思ってます、僕。なるほどね。いやでも多分そのイメージだったんじゃないかな。だって井上さんやん。そうよね、うん、あとはやっぱ飛距離が出る。そう、うん、こう立つってことは皆さん分かる？こう立つってことは後ろにね、浮き姿勢こうってことは重心はここら辺にあるんですね。そうそうそう、ここね。そう、やっぱり移動重心システム、うん、重心が後ろにカツンと移動することによって飛距離を伸ばす。なんで後ろにやるの？後ろにある方が飛ぶからに決まってんだろ。切れてます。そういや、うん、で、こいつに関しては最初からここにあります、はい、そりゃ飛びますよ。で、この形ですよ。こっちが細い。確かにね、もうこれなんて飛ばうわけがないっていう形してるんですね。弓矢のようにね。そう、飛ぶわけね。で、このエラーのところにポポペンの P って書いてます。かわいい。これ寄って寄って。これね、ああね、P 見えますかね、はい、P、 これはポポペンの P、 P ちゃんね、 P ちゃん。で、このカラーも好き。このカラーいいよね。いいよね、これ。ジャンプラさんもカラー結構良くない？好きよ、うん、俺は。そんな、俺は好きよ。俺もめっちゃ、うん、なんで、トップウォーター
やっぱりね、うん、夏場はトップウォーター浅間詰め投げる人多いんじゃないですか、はい、これからね、うん、しっかり投げると思うで、いろんなのありますよ最近ね、アルゴだっていいし、うん、先週紹介したなんだパイロン84、うん、だっていいし、あとはなんかあったかな他に、あドッグ X、うん、ディアマンテとかね、まあ、SW ね、いいですよ、全然いいです、そういうのが好きな人はそういうの使ってもらっていい、うん、で、ポポペンもその中の仲間に入れてあげてもらえたら俺としては嬉しいし、嬉しい嬉しい、なんかチヌとかも釣れそうやな、うん、それ7号もあるよね確か、あそうチヌトップとかやったら7号とかでもいいかもしれない、はい、うん、確かに、まあでもポポペンね、なんかよく見たら可愛いな、さ本当にいやでも可愛い最初から、うん、いやもこんなに可愛いと思ってなかった、うん、ずっと可愛い、すげえちょっとえなんか惚れ直した、うんこれもう一回もっと今年はいっぱい使おうこれ積極的に使おうこれ、そうしよう、気持ちいい、うん、気持ちいいね、みんなでじゃあポポペン頑張りましょう、はい、わかりました、はい、なんで今日はポポペン、はい、あちょっとみんなコメント欄で教えてほしいんですけど、うん、ポポペン、ポポペン、うん、いや、あの前者です解決しました、はい、大丈夫です、前者でした、はいはい、それでは今週はプチカフェこんな感じでよろしいでしょうか、はい、それではまた来週お会いしましょう、うん、さよなら。